ははいみなさんんこにちチャンネル、はい、今日は198回目4月の7日いつものように水曜日、えー、もう今日はいう、まあ、引けが終わりましてね、えーまあ、周りはですね、まあ、もう結構春ランマンの季節ということで皆さんもお楽しみになっていると思うんですけども春ランマンになりますとやはり人と人の触れ合いが多くなりますんでね。 どうしても感染者がコロナの例の、ね、感染者増えてきますんでぜひ皆さんもご注意いただいてお過ごしいただきたいんですね。まあ、株式投資する分にはね別にあの人と触れ合う必要はないんですあの松尾チャンネルだけ見ていただいて触れ合っていただければねこれを参考にしていただいてちょっと株でもというような人たちね、まあ、この番組はですね。 株の同好会の皆さんにね、お話をしているということなんですね。えー、前回も少しね、あの視聴数が増えたりもしてますんでね。今回もぜひ張り切っていきたいと思いますね。日経平均、二万九千七百三十円の今日終わり、三十四円高ということで、まあ小幅の。ちょっとしたプラスですね。まあ、先般ね、えー、日経平均は三万円台のせやったんですね。で、三万円台のせを三回やったんですけどもね。 3回チャレンジしてまた跳ね返されたということでねまあ強いのか弱いのかよく分からんというような感じの相場展開なんですけどねでもねあの引き続きまあなんて言いますか個別銘柄は、まあ、いろいろ泳ぐ曲折はあるんですけどもね全体的には強い動きが見られますよねそれからあのトピックスの方今日プラス13ポイントで1967ポイントと。 いうことなんですけども、値上がり率でいきますとね、トピックスが0.67％、日経平均が0.12％で、まあトピックスの方が強いという感じになってきますね。先般から日銀のスタンス変更ですね。まあ、トピックス型の ETF を買っていこうという展開がありまして、トピックスが強ばる動きがあったんですけども、つい先般までね、日経平均が逆に強ばったと。 ソフトバンクグループだとかファーストリテリングそういった銘柄がまあ強いという展開で今日もソフトバンクグループは1.2%上昇のジャスト1万円珍しいですねジャスト1万円で終わったなんてねファーストリテリングは一方でまあマイナスと1720円安ということでね8940円の割値と。 1.89%、ね、値下がり、この2つの銘柄が日経指数、日経平均なんかを象徴しているというところだと思うんですね。 まあですからファーストリーテイリングがちょっと強烈に下げたりしますとねまたこう日経金もぶれますと下ぶれしますとまあソフトバンクグループもそうですねただソフトバンクグループは割とじわじわととしっかりしている展開なんでねいつでもまた高値更新かなみたいな雰囲気はいたしますねまあそんなことで個別銘柄いろいろ今日ねまたお話をこれからしたいと思うんですけども特に今日はピカイチだったのは東芝ですね。 えまあ先週、たまたま私、東芝の OB の方とね、ちょっとこうお話しする機会があったんですけどね、その時に、その東芝の OB は一言、東芝の株上がるよみたいな話をしてたんでね、ちょっと耳の中に残ってたんですけども、そ,それが現実になったっていうわけではないとは思うんですけどもね、別にネタを私、仕入れたわけじゃない。株価がなんかあの東芝はしっかり もう少し上がるんじゃないかっていう話だけでまあ何となくあ圧倒っ,っていう感じで聞いてたんですけどねまあ今日は買収提案ということでねイギリスのね、えー、ファンドの方から、まあ、2兆円でね東芝の株を買いますということで、まあ、M&A 絡みでストップ高ということですね。まあ、4, 円という割で まあ出来高140万ほどできてる。ただ、大した出来高じゃなくて買い残しが、ね、2377万株あって終わりということですね。ですから、また明日以降も M&A 絡みで動くのかただ、ね、この2兆円というのはもうすでに時価総額とほぼね近いんですよね。ですから、あんまり、ね、ここから大きく上昇するかどうかというところは、まあ、ややクエスチョンマークと。 と,いうところです、ねまあ今日は比例配分狙いというのもありましたんで、まあ、すごく株価しっかりなりましたけどね、まあ、9時16分に1回あのまで1回ストップしてたんですね合がですね取引停止だったんですけども16分9時16分に再開して買いを集めていったというところなんです、ね、まあ明日以降、どうなるかまたこれも引き続き、ね、M&A 絡,絡みというところでの注目ポイントだろうと思いますね。ね M&A 絡みってねいろいろね出てまして、まあ、先般あのこれ同じようにストップ高 M&A というのはですね買う方と買われる方と両方、まあ、あるわけですね。で上場企業であると、まあ、キャッシュをある程度持っていれば買う方に回ってですねガーンとこう仕掛けるわけですね M&A どっかのいろんな会社を買いますと。まあ、例えばあのテレロックスみたいに、ね、みたたいいに 先般あの同業他社をね、まあ、そんな大きな規模じゃないけども買うというそういう事例もあったりはしますけども、まあ、それはあんまりねインパクトはないんですけども少しね、えー、規模の大きな会社になりますとかなりインパクトが出てくるというところなんですね。えー、先週はですねコート7359東京通信これがですね、えーまあまあ、一社ですね M&A をするということでストップ高を演じたんですね。 まあこの会社はあのカジュアルゲームの会社なんですけどもちょっと全く異色の別のお仕事をやってるようなね会社ティファレントというサイバーエージェント系の会社を株式取得するということで、まあ、これがあの非常に中身のいい会社なもんですからねそれですごく注目されたという展開だったんですね。えー、高値がです、ね、円までいきまでしたね。 えー、1,600円台だった株価が、まあ、400円高のストップ高を演じたというところなんですけどねところが残念なことにその後一気にどんどん上に行くかというとそうじゃなくて上値は抑えられたと、まあ、こ中身よく分かってないんでね皆さんあの改めてチェックしていただいたらいいと思うんですけどねまああの内容のいい会社を買うということでただし20億の借り入れで買うというね、まあ、そういう M&A でしたんで、まあ、それがいいのか悪いのか まあ皆さんが慎重に判断することだろうと思うんですけどね投資家の皆さんね、えー、結果まあ今日は逆に大きく売られまして、えー、1732円という安値までついてきましたねまあかなり乱高下する動きがこの M&A 絡みで起きているというところなんですね、えー、ストップ高後の超値幅調整という展開なんですねまあそんな形で M&A というのはあの株式投資にとっての材料としては非常にこういろいろ 話題を呼ぶととというううことだろうと思うんですね、えー、期待しているのは皆さんにね私たちがいろいろお話しする銘柄の中で期待している銘柄も実は M&A 関連ということでねお話をするんですけども、えー、3440日ソプロニティねこれも、あのー、キャッシュをね潤沢に持っててそのキャッシュを50億使ってですね M&A やるんだっていう宣言はしてるんだけどもなかなか現実に至っていないという会社なんですね。ですからこれはまま具体的にななってない、まあ 過去は数社、ね、23社,社やってきましたけどもまだ新たな M&A ができてないただし今年度8月決算なんですけどこれ、最終年度中期計画のその中計画の中で実行に移すと言ってたんですけどね、まあ、それがまだ実現していないと、えー、いうことで先般あの業績の下方修正も行いまして皆さんご存じの通り七り764円まで、ね、株価が突っ込みましたね。 1> 1月には 1, 円という高値があったんですよね皆さんねそこからあっという間に下げちゃいましてこの1月の時の出来高ものすごい出来高、まあ、箱積み株式数以上にねかなりもう出来高が増えたというところだったんですけどねまあそれはソーラー絡みでのね材料をベースに動いたんでしょうけども。 まあ、そ,のそれとは別にまたこの会社はそういう M&A の絡みもありますんでまた、ね、え突っ込んでくる局面株価が下がってきている局面、まあ、そういったところを狙い目として投資家の方は動いてきた、まあ、昨日はまたそれが820円台まで、ね、戻ったりもしましたので、ね、今日ちょっとまだ下値下振れしましたけどもじわじわと下値を固めていくという展開、まあ、そんなことをこう想定しながら皆さんにお話をしている次第ですね。 えーまあ、そんな形でいいいいろろろろ銘柄も、ね、出てきます M&A に絡んだような動きが、ね、出てきたりもしますしね、えー、それからあの決算、まあ、説明会絡みでですね、えー、この解放誌にもお話を今回してるんですけどもぜひね解放誌すごく中身濃いと私もお、まあ、自負するわけじゃないですけど、まあ、かなりね、えー、調べた形でご報告してるんですけども説明会ではですねクロスフォーについては「 まあ、新製品投入とかね、まあ、いろいろ新しいものを投入するんだって、まあ、これいつもの話なんでね「おいまたかという」と言われそうなんですけども、まあ、非常にこう熱心に土橋社長の方からご説明があったということなんですけども株価の動きとしては実はアノマリー効果っていうねそういうことなんですね。アノマリー効果って何かというとある特殊な月とか特殊な日時に動きが出やすい。 ととといいうう、まあえー、性質が株価の変動にはあるということなんですね例えばこの会社の場合7月にこういう株主優待があるということでアノマリーが7月に向けて動きがあるんだというようなね、まあ、そういう言い方をするわけですね。えー、同様に7月のアノマリー効果でいきますとウェスコーホールですね、えー、ウェスコーホールに、ねまあ、地味な建設コンサルなんですけどもこの辺りも7月にアノマリー効果が期待できるということでじわじわっとね 株価が動いてきているという展開なんですね。まああのそんなことでぜひね、えー、引き続き松尾チャンネル、えー、ご視聴いただければというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。